く来ました。平松さん初めてですか？アナカル初心者でございます。お、じゃあ楽しみですね。せっかくなので平松さんどうぞ。お、いいんですか？どうぞどうぞ。はい、久しぶりです。うわ、これ結構緊張しますね。これにしました。どうぞ。じゃじゃん、青のボール。か、かーか、やばい、全然思いつかない。か、神ゲーはスマタンで継承されていく。これはどういうことですか？これはですね、竜田さんが、はい、結構神アナウンサーとして、うん、叫んでるのを、まあ、私も目撃してきたんですけど、うん、まあ、今朝もそうですけど、うん、平松さんも噛まれますよね、うん、で、あ、その継承がされてると。まあね、でも竜田さんの髪型は、うん、神様って言われてますから継承できるもんじゃないと思うんですよ。まあでもどんどん進化して神様になるかもしれない。大化っていうんですかね。でもだってね、進化じゃない。いや、覚えてる竜田さんの噛んだのって、うん、エースダルビッシュを、うん、エーシュダルビッス広島の丸を平島のモル。勝てるわけないじゃないですか、これ。僕がやった一番噛んだなっていうのは、川藤さんのことを川藤ちゃんって言ったことがあります。じゃあ高校いいですか？私の記念すべき一発目でございます。アナウンサーカルタアナカルカ、噛んではいけないは噛む。やっぱりね、こういうことなんですよね。アナウンサーですから、うん、やっぱ噛むところがね。いや、まさに今日、うん、原稿の中で、うん、スマタンのオンエアで、うん、雨ヤギさん、はい、青柳投手のあのね、雨男ぶりを愛称を込めて、あの雨ヤギさんと呼ばせていただいたんですけれども、うん、その文字面見てたら雨ヤギなのか青柳なのか雨男なんか分かんなくなってくるんですよ。はいはい。だからなんかね、噛んではいけない、噛んだらダメですよってプレッシャーの時ほど噛んでしまった。これはやっぱアナウンサーあるあるですね。あるあるですね。確かにそれはアナウンサーあるあるですわ。か、髪型が定まらない新人王。これあるね。そうなんですよ。あの新人の大野が本当に髪型でこう迷走していまして、うん、毎日のように髪型変えてて、うん、なんか急にすごい改まった顔で、ちょっと佐藤さん相談があるんですけどって言ってきたんで、うん、どうしたのって言ったら、僕髪型最近迷ってて、どれがいいと思いますかって、過去のなんかニュース読んでた時の動画をなんかいっぱい見せられて、どうしてんの。でなんかすごい、あの同期とかにも相談してたりとか、うん、本当に結構悩んでるみたいで、正直どれでもいいんじゃないかなって思ってた。これもじゃあオーディエンスでいきますか。そうですね。じゃあお集まりの皆さんに、はい、拍手で決を取らせていただきます、はい、じゃあエントリーナンバー1、はい、神ゲーはスマタンで継承されていくがいいと思った人。はい、いません。あ、いません。いきました。エントリーナンバー2番、か、噛んではいけないは噛む。1票入りました。エントリーナンバー3、髪型が定まらない新人王の、もう1票。難しいな、一票一票になっちゃうな。ディレクターさんどっちか。ドルル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 ル。読売テレビアナウンサーチャンネル、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。目指すチャンネル登録者数は